はい、皆さんこんにちは。オールブルーです。今回は新しく、出ました、タロットカードの作成法ということで、皆さんに分かりやすくねやっていこうと思います。分かりやすくというか、まあ、こうやったら作れるよっていうのをやっていこうと思いますよ。はい。まずは、作っていく、一番最初に作りたいのが何だろうな。とりあえず今回出た、モンスターで、出たのがジャミレス、アクバ、デュラン、グラコス、レジェンドホースということで、この5種類ですかねが、出たようですと。じゃあその作成方法をね、まあ実践でやっていこうかなと思っております。はい。ということで、やっていきましょう。まず最初に作りたいのがですね、ジャミラスジャミラスですね。ジャミラスの作り方はですね、簡単です。ジャミラスはもうちょっと作ってあるんですけど、ジャミラスの、作り方はですね、バズズとアスタロトですね。ジャミラスはバズズとアスタロトを使います。ということで、まずそうですね、バズズの作り方なんですけど、アスタロトと死のカラスティングということで、アスタロトは簡単ですね、作り方。このね、エメラルドーンをね、こう掛け合わせともうアスタロトができるんですよ。これね、アスタロト作ります。で、このアスタロトね、このアスタロトを今作ったので、このアスタロトと死のカラステングですね。死のカラステング、あ、ごめんなさい。違う、バズズだ。それバズズの作り方だ。バズズの作り方ね、ごめんなさい。バズズはアスタロトと死のカラステングね。はい、死のカラステングはこれですね。あのガーゴイル、違う、ガーゴイルじゃない、ガーゴイルの上位バージョン、死のカラステング、これですね。これで、バズズが作成できるので、まあ、適当にバズズを作っていきます。はい。バズ作りましたらですね、今度は、このバズズ、ジャミラスの作り方ですので、バズズとアスタロト、これとアスタロト、さっきの赤いやつですね、さっきの赤いやつ、赤いアスタロト、どういった、アスタロトいなくなった、いなくなったぞ、アスタロトがいなくなったということで、アスタロトを作っていかなきゃいけないのでこいつね、こいつと、A のね、 A と A を掛け合わせると適当に、そうするとアスタロトができます。はい。これで、ジャミラスができますね。はい。アスタロトと、バズズ、はい、これでジャミラスが完成いたします。ジャミラス作っていきましょう。はい。はい。ジャミラスの作り方はこれですね。次にですね、アクバの作り方はアトラスとネクロバルサということで、ネクロバルサいないんじゃないかな、俺。ネクロバルサいないね。ネクロバルサがおらん。じゃあネクロバルサを作っていきましょう。はい、ネクロバルサはガネーシャエビルとトロルキング、ガネーシャエビルとトロルキングなので、これですね、ガネーシャエビルとトロルキングで作れる、これですね。はい、これで作っていきましょう。トロルキングとガネーシャエビル。ガネーシャエビルは獣系のパックからビーストパックが出ますので、ランダムで出ますので、ガネーシャエビルをねゲットしてください。で、そうするとこれが死 の, あのネクロバルサね、死のっていらないけど、死神のネクロバルサを作りましょう。したら、そしたらですね、下の方行ってですね、この2つ、2つじゃないね、ごめんなさい、ぐちゃぐちゃになるね、ほんとぐちゃぐちゃになるよ。ネクロバルサとアトラス、ネクロバルサとアトラス、これね、アトラス、はい、この2体を掛け合わせるとアクバができます。アクバ作っていきましょう。はい、アクバで、ちなみに今作ったアクバとジャミラスの効果なんですけれども、ジャミラスの場合、自分の HP が全開であれば、このタロットを使った時の回復量が増えると。なるほど。で、次、このアクバの場合、このタロットが手札に入った時、自分の HP が 30% 回復すると。結構使えるカードになっておりますので、このカード2種類ね持っておくといいでしょう。そして今ね、ジャミラスとアクバ作りました。あと作るのがデュランとグラコスとレジェンドホースですね。はい、デュランの作り方は簡単です。この2つを掛け合わせるだけです。アクバとジャミラスを掛け合わせましょう。はい、ジャミラスとアクバ、
この2体を掛け合わせると、デュランができます。かっこいいですね。めちゃくちゃかっこいい。で、デュランの効果が、自分の HP が全開であれば、このタロットを使った時に効果が2度発動するということで、まあ、死神を作っていきましょうね。はい。はい、これでデュランの完成ですと。はい。で、次、デュランですね。デュランを完成させた、次デュランですねって意味わかんないけど、デュランを今完成させたので、あとグラコス と、レジェンドホースの作り方ですね。レジェンドホースの方はですね、スターキメラとアスタロト、またアスタロト使いますね。今回アスタロト結構使いますんで、エメラルドーンとかね、いっぱい持っとくといいと思うんですけど、僕エメラルドーンがもうないね、これね。エメラルドーンがね、今、だいぶ使っちゃったからないけども。うん。じゃあ先に、本当にアスタロトがすげえ使うんだな。うん。アスタロトがめちゃくちゃ使う。で、アスタロトちょっと作っていきましょう。でですね、セルゲナイス、セルゲナイス、グリーン、エメラルドーンとかね、そいつらを、どこから出すかと言いますと、ごめんなさい、デビルパック。デビルパックから、14% の 100% 中 14% の確率で出るらしいので、4つぐらい、ちょっと取り出して、取っとくといいですね。デビルパックから出していきましょう。あ、ビーストパックじゃない。デビルパック。はい。こっから、エメラルドーン。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 セルゲナイス。セルゲナイス。エメラルドーン。エメラルドーン。セルゲナイス。セルゲナイス。エメラルドーン。エメラルドーン。エメラルドーン。きたー！はい。セルゲナイスゲット。はい。あ、もう一個出た。こっから出ますので、はい。こっからね、結構な確率で出ますので、デビルパックを用意してください。そしたらですね、こいつを、進化させていきましょう。エメラルドーンにまずしましょう。適当にね。はい。エメラルドーンになりました。そしたらですね、次は、こいつも、こっちもちょっとエメラルドーンにしていきましょう。はい。そして、エメラルドーン作りましたらですね、今度スターキメラっていうのが必要になりますね。ムーンキメラでなく、ムーンキメラの1個下のスターキメラっていうのが必要なんですけど、僕持ってないんですよね。で、これは、同封確率なんですけれども、普通の通常タロットパックから出ます。かなり低確率になりますけれど、通常のね、タロットパックから、銀か普通の通常のパックからキメラは出ますので、適当にちょっと取って、この中から出さなきゃいけないんですよ、キメラを。キメラを出さないことには私のね、タロットは進まないということで、これが大変ね。みんなが大変だと思ってる。これ、キメラ。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 はい、来ない。ああ、もうタロットカードがいっぱいだ。くっそ。さあ、キメラを出していきましょう。今ちょっとね、開けたので。キメラ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 。もう一回、もう一回。これ圧縮しなきゃいけない。大変だ。キメラ。キメラ。キメラ。来ない。キメラ。キメラ。来い。キメラ。キメラ。キメラ。これ。ゼロ。キメラ。キメラ。キメラ、それ、あ、そい、あ、踊る宝石出た。はい、出てくれ。キメラ、よっしゃ、来た。よっしゃ、やっと出た、キメラ。やっと出たよ、キメラが。もう全然出ないんだよ、もう。もう一個出てもいいよ。もう一個出てもいいよ、キメラ。キメラ、キメラ、もう一個来い。キメラ来い。キメラ来い。あ、よっしゃ、ゾンビだ。キメラ、キメラとゾンビがなかなか出ない。よし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 、キメラが出ました。なので、こいつをスターキメラにしていきます。はい、スターキメラにしていきますよ。今出たキメラちゃんをよ。どこ行った？どこ行ったぜ？いた。こいつをスターキメラにします。ね、ちょっと適当にやっていくけど。これ、B なんだよね。だから C と掛け合わせて見ないんだよね。はい。よいしょ。で、これで、スターキメラと、はい、スターキメラ。はい、これでスターキメラが完成いたしました。
ね、大変だね。大変だよ、本当に。したら、そしたら、スターキメラとアスタロトでレジェンドホースを作りましょう。はい。スターキメラと、なんだっけ、もう忘れちゃった。スターキメラとアスタロト、さっき出したね。こいつですね。こいつの赤バージョンだから赤にしてね、まだ。まだ赤にしてね。こいつと、A だから A と掛け合わせましょう。まあ、ミキマドでいいや。はい。これで、アスタロトを作ります。そうしましたらですね、そうしましたら、このスターキメラと、アスタロト。これで、レジェンドホースができるわけですね。で、レジェンドホースの効果が、デッキに入れると1枚につき回復魔力が25ずつ上がるということですね。はい、レジェンドホース使いましょう。はい、レジェンドホース作りました。これがレジェンドホースの作り方ですね。そして最後、5つ目、グラコスですね。グラコスは、作り方。グラコスの作り方は、このレジェンドホース。このレジェンドホースと、バラモスブロスです。バラモスブロス。はい。こいつです。ね。このバラモスブロスで、はい。グラコスができると。で、グラコスの、効果が、このタロットが手札に入ったとき、自分の HP と MP が 10% 回復すると。まあ、ぶっちゃけね、僕的には、バラモスブロスの方がね、このタロットを使っても 50% の回数で消費しないの方がね、使えるんじゃないかなと、個人的には思っておりますが、ね。まあ、1枚作っといて、損はないでしょうということで、審判作っていきましょう。はい。はい、というわけで、で、今回、今作ったんですが、5種類。追加されたやつなので皆さんぜひとも作ってみてください。作るとき大変ですけれどもね、ちょっとね僕のこうちょっと下のランクからちょっと作ったので今回は、それを見て、ちょっと分かりやすく説明してたんじゃないかなとも思います。なので皆さん、ぜひとも、作ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はタロット講座でしたね。あんまり僕こういうのやんないけど。では皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。